さあ4キロはどのぐらい重たいでしょうか。軽いね。結構辛い。どう？何組さんになるんだっけ。カレー。さくら。あ、違う違う。次、次。次何中学生。ああ、違うんだな。分かった。一回みんな行かないで。行くよ。ちょっと待って。行くよ。いっせーの。で、小学校。小学生になるじゃんね。完璧すぎてちょっと、あれかも。カレー小学生になるじゃん。で、その時にさ、ランドセル。カバー。そう。そう、ランドセルしょうんでしょ。でさ、それでさ、めちゃめちゃ悩んでるじゃん。ランドセルってどんな大きさやったん。こんなぐらい。でかっ。あ、ちょっと待って、違うよ。あ、でかっ。こんな感じ。どれくらいですか。あー、ちょっとちっちゃいかな。どんな、どれくらいの大きさか。こんなぐらい、もしかしたら。うん、あー、なんかふーちゃんそれぐらいかも。いいぐらいかも。もしかしてこんぐらい。うん、でかでかで、それでね、ママがね、いいとこ見つけたの。なんかね、ランドセルをね、レンタルできるんだって。レンタルって何？貸してくれるの、一回こっちに、お家に。この先っていうところのランドセルをレンタルしたの。ふーちゃんはピンクがいいって思ってて、で、ゴーくんは黒がいい。で、それを今ね、お家に届いたの。で、今からここでお家でそれを背負ってみる。それでショウの方じゃなんか違うくない。なんか違う、はい、行ってみようか。なんか違う、なんやはるくんのないんだ、ごめんはるくんのはない。どうしたん、はるくん。はるくんのないんだ。はるくんのママ、あ、これを広げるとね、マー君だ。え、これどうやってつけるの。広げると、ゆうちゃんが、ママじゃん。いいね。で、ふーちゃんのピンク。あ、すごい。もういいね。薄くて。桜、桜の色みたい。かわいいかわいい。かわいいかわいい。すごいやん。一回開けてみたい。開けてみて。なんだっけ。あ、ごめんなさい。あ、あげる。あ、なんかかわいい。僕も開けるけど、ハルカが邪魔する。あ、可愛いね、なんか白だ。ここはちょっと入れる。うん、はい、入れるやつあるね。僕はこういう感じだ。あ、本当だ、黒だ。可愛い、ここ。うん、可愛いね。あ、それは出さない方がいいか。うん、あ、これだよ、これ。これ、これ。ここにもあるし。え、すごい。ここにもある。違う？じゃあ、これを、これちょっと、ふーちゃん。見て、自動でほら、閉まった、今。見てた？ママ、ほら、勝手に自動に、自動で立てになる。ね、こういうのが扉してきた。それはそこに引くやつじゃない？引く。私もある？ほら、できちゃう、簡単。そうそうそう、あ、できたできた。ここにも挟められる。ここに挟められる。ママ見てて、これ。勝手に閉まるよ、これ。ここを持って。おお、すごい。ママ勝手に閉めてくれる。ママ勝手に閉めてくれる。そうだ、ここ上げて、よし。それで、ここがちょっとだけ、あああれ、あく。4キロの図鑑を用意しました。で、これが平均、持ってくね、小学校に持ってく平均の重さなんだって。
だから今からランドセルにそれを入れて背負ってみて、どんぐらい重たいか。おっと入れます。まず一つ、うん、入れてみて。どうすかな。まだまだ入れる。結構入るんだね。で閉めてみて。閉めて。全然できないよ。もしさ、4キロはどのぐらい重たいでしょうか。いや重たそうやな。よし。まず一旦そばに置いたら。よいしょ。おお。どう？重たい？重たい？軽い。歩ける。おおすごいよ。軽いね。肩甲が軽い。どう？軽いの？重たそうだよ。重たそうだな。こうやってすごいね、やっぱレンタルだとこうやってできるからいいね。実際の重たさ。あ、また落ちちゃった。実際はこんぐらい重たいんだよ、ランドセルって入れると。ランドセルだけじゃ分かんないね。すごい進めるね。ね、見てて、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。ふーちゃんよりも11じゃないよ、僕。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。ほら。これちょっとはるくん重たすぎるから。全部出してみる。バイバイ。